こんにちは、ジョージです。本日はクムシー K3 モニター付きキーボードをレビューしていきたいと思います。僕は自宅で作業をするとき34インチのモニター1枚で作業をしてるんですけど、このモニターの下の空間にもう1枚モニターがあれば作業効率がすごく上がるのになと感じていました。とはいえ現在昇降デスクを使っているので、その重量制限もあってモニターの上とか左右に追加でモニターを増設することはちょっと無理があるなと諦めていたんです。そんな時にこのクムシー K3 モニター付きキーボードを見つけたんですよ。キーボードは絶対必要なものだし、そしてちょうどモニターの下に収まりそうなディスプレイが搭載されているので、しかもタッチパネルなんです。これで作業効率爆上がりだと思うので、早速開封から設置までしてみて使用感などをレビューしていきたいと思います。それでは行きましょう。それではクムシー K3 モニター付きキーボードを開封していきます。まず外箱がでかい。それでもこれだけ箱がでかいとゲーム機を買ったような高揚感がありますよね。同梱物は多いのでまとめてドン。基本的にはこのクムシー K3 をいろんなデバイスに接続するためのケーブル類がほとんどです。あとはモニターを使わない場合に保護できるカバーが付属しています。はい、これがクムシー K3 の本体です。やっぱりでかいな。キーボードとディスプレイ、そして USB ハブが合体しているので、別々で考えればこんなもんかと思います。スペックはディスプレイサイズが13インチ、解像度は 1920×720ピクセルです。パネルはタッチパネルを搭載した IPS 液晶で、本体カラーはブラックのみとなっています。リフレッシュレートは 60Hz。そしてピーク輝度は302度となっています。製品サイズ幅33センチ、奥行き 29.5センチ、厚さ 3.95センチ、そして重量が 3.81kg と、この時点でちょっと持ち運びは諦めました。本体にはスピーカーも搭載されています。まずはじめに、僕は初めてメカニカルなキーボードを今回触るんですけど、モニター搭載よりも先にキーボードの打ちやすさがどうなのか、そこが気になりました。実際触ってみた感じも、これだけボタンの高さがあるのに打感がすごく軽くて、スラスラとタイピングができます。キーボードの配置やボタンの代償は今使っているものとは異なるので、そこは慣れの部分だとは思います。ボタンを押すたびにレインボーに光るのもかっこいいですし、サイドもレインボーに光るので、そのあたりも個人的にはすごく楽しいです。そしてこのクムシー K3 は13インチのモニターが無限の可能性を秘めていて、デスクトップ PC、ノート PC、ゲーム機やスマホなどあらゆるデバイスと接続が可能です。まずはインターフェースを紹介していきます。クムシー K3 の背面には USB Type-A 3.0 ポートが2つ、 USB Type-C ポートが2つ、そのうちの1つはパワーデリバリー対応となっています。あとは SD カードスロット、電源ボタン、そしてモニターの下には M.2 の SSD を装着することが可能です。 USB ハブとしては平均的なものに感じますが、 M.2 の SSD が取り付け可能なのはポイントがすごく高いんじゃないかなと思います。無駄に外部機器と接続して配線がごちゃごちゃするわけではないので、この M.2 の SSD はモニター下に隠れます。なので全然邪魔にならないし、 M.2 タイプの SSD なので高速で快適にデータを保存することができます。もちろん SSD は別売りです。ということで今回僕はデスクトップ PC とこのクムシー K3 を接続していますが、付属の USB Type-C からHDMI、 そして USB Type-A につながるケーブルがあるので、それを使って接続しています。ただし僕のデスクトップ PC のグラボには HDMI ポートが1つしかなくて、あとはディスプレイポートがあるだけなので、34インチのメインディスプレイは HDMI、 クムシー K3 の HDMI はディスプレイポートに変換する安いアダプターを Amazon で購入して PC に接続をしました。ノート PC と接続するときはそんなことをせずとも、HDMI 端子があればそこに接続するだけでデュアルモニターになりますので超簡単です。 PC に接続した後はグラボの設定画面からクムシー K3 の解像度をお好みに変更するだけで設定は完了です。標準は 1920×720ピクセル なんですけど、どうしても横長になってしまうので、そのあたりの微調整はお好みでするといいと思います。こんな風にメインディスプレイからはみ出すと、クムシー K3 側のモニターにカーソルが飛びます。あと
タッチパネルなんですけど、通常の設定のままだと34インチのメインディスプレイの方にタッチが効いてしまって使いづらかったので、 Windows 側の画面設定を開き、どっちのモニターをメインにするか、そういう設定ができるんですけど、そこのメインをクムシー K3 にしてあげるとうまく K3 側でタッチパネルが反応しました。まあ、他に方法があるのかもしれませんが、僕はこれで対応しています。ということで、34インチのモニター下に13インチのモニター兼キーボードが設置できたわけなんですが、どうですか？やっぱりガジェット好き、特に僕はモニターがたくさんあるとかそういうのに憧れがあるので、すっごくワクワクするんですけど、どうせならテンキーもクムシー K3 に似てるような感じの安いやつを購入したらどうかなと思って、 Amazon でこれもポチりました。うん、悪くないと思います。クムシー K3 の質感を損ねず、テンキーをつけることで実用性もプラスできたと思います。肝心のクムシー K3 の実用性ですけど、先ほど説明したように、インターフェースはそれなりに豊富で、SSD やこのテンキーもそうですが、PC の機能拡張という意味では、このクムシー K3 かなり重宝しそうですし、僕のモニターの使い方としては、動画編集の補助として、この13インチのモニターを使ったり、または投資情報を見るときに使ったり、他にもオンライン会議などで議事録のメモを取ったりするのにも、メモ帳を開くのに最適なサイズだと思います。投資する場合でも、購入画面を13インチのクムシー K3 に移動させておけば、タッチパネルで購入できるので、ロスなく投資ができます。タッチパネルは Windows であれば10点タッチで、 Zoom やスワイプもできます。 MacOS は1点タッチとなります。あと、もったいない使い方ですが、この13インチに YouTube で風景や海の動画を流して気持ちをリラックスさせるのも割とおすすめの使い方です。他にもスマホや Nintendo Switch につないで使う場合は、繰り返しになりますが、 1920×720 という横長の解像度なので、機種によってはフルスクリーンで表示できないのと、持ち運びを前提に考えると、やっぱり 3.81kg は重たいので、そこが改善されたらもっと幅は広がるので、このクムシー K3 伸びしろは大いにあると思います。いずれにしても USB Type-C ケーブル1本で繋ぐことができるので、かなり楽ちんです。モニターを使わないときは付属のカバーも付けられるので、使わないときや持ち運ぶときも安全です。モニターは左側にあるボタンを押しながら90度まで角度調整ができたりもします。キーボードは自由にカスタマイズ可能なホットスワップ対応のメカニカルキーボードとなっており、基軸を搭載しています。ホットスワップ対応だと好きなキースイッチに付け替えることができるので、自分好みにさらにカスタマイズができます。スイッチの基軸はものすごくタイピングが軽く、一応背面にはキーボードの角度が付けられる設計にもなっているので、キーボードメインとして考えてもしっかりと設計がされていると思います。配列は US 配列で、右上に音量調節ができるノブもついています。 Windows 配列、Mac 配列、そのどちらにも対応していることも大きなメリットだと思います。という感じで、メカニカルキーボードとサブディスプレイのセットと考えると、コスパはそこまで悪くないと思いますし、キーのすぐ近くにタッチディスプレイがあるので、非常に利便性が高いディスプレイだと思います。他にもクムシーというブランドを今回初めて知ったんですけど、面白い商品が実はたくさんあって、クムシー S2 という商品はノート PC をトリプルモニター化できたり、モニターを縦にできるタイプもあるので、プログラマーの方とかコードを打つ時に良さそうですよね。僕みたいに PC 依存している人間からすると、こういった効率化できるツールは非常に興味がありますし、他のクムシー製品は触ってみないと分かりませんが、今回紹介したクムシー K3 は実用性バッチリなので、次は違うクムシー製品を購入してみたいと思います。最後にクムシー K3 の価格ですが、公式サイトで3月30日時点の価格は 54,369円となっていました。タッチパネル搭載の13インチのモニター、メカニカルキーボード、M.2SSD も装着できる USB ハブ、その全てが一つになったクムシー K3 をぜひ試してみてください。詳細は概要欄からチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。本日はクムシー K3 モニター付きキーボードをレビューしてきました。いやー、テンション上がりましたね。こういういい意味で変態的なガジェット、僕好きなんですよね。派手で実用性もあって、何よりワクワクさせてくれるし、より一層仕事場から出れなくなりそうです。視聴者の方の中にもモニターアームを使って僕と同じようなデスク環境の人もいると思うんですけど、そのモニター下の空間をうまく活用できるので、この
クムシー K3 かなりおすすめです。クムシーの他の製品も概要欄にすべてリンク貼っておきますので、一度チェックしてみてください。きっと面白いガジェットに出会えると思います。はい。ということで本日も動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンやってます。概要欄からチェックお願いします。TwitterX のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。